総ボクシングの井上です。今回はボクシングの防御、ダッキング移動、ウィービング移動について説明させていただきます。ダッキング移動とウィービング移動はまあ同じ意味ですね。動きとしては同じです。まあ、要は頭1個も下に下げて、この下の段でこう回り込みながら移動していくということなんですが、それをまあウィービングの形とダッキングしてから行うということで、どちらも同じ意味で説明しています。はい。で、こういうふうに構えましょう。で、通常のダッキングというとですね、頭1個も下げます。ウィービングもそうですが、頭1個も下げてから行う動作ですね。で、頭1個もこう下に下げるっていうことは、相手の視界の端っこ、下に行くわけですね。で、視界の中にはあるんですけども、やはりこう目の前の頭を追いかけてる相手にとっては、下にポッと行かれると、やはりこう消えたというような印象になるわけです。実際に消えることはありませんけども、まあ、ただ顎を見てる人にとっては、まあこの身近な近いところで頭を落とすと視界から外れることもありますね。で、その視界の端っこ端に行って、でさらにこの意識が相手の意識が薄れるところで違うところからこう出てくると、それはウィービングですけども、このウィービング移動、ダッキング移動はさらに移動して横から出てきましょうということですね。要は相手にとって捉えづらい動きをするということです。で、ステップのところでも説明させていただいてますが、要は相手を中心にこっちは正面を捉えながら回っていくわけです。で、今からダッキング移動を説明しますけど、まず左にダッキング移動、ウィービング移動、まあ、ダッキング移動って言ってきますけど、ダッキング移動する場合はこの手で説明しますと、まずこれが頭だとして、これが左足だとします。で、頭はこの地点でまっすぐ下げていくんですね。ただ左足は斜めにいきます。この頭をまっすぐ下げながら左足は斜めです。移動する方向の場所、足の位置を先に確保しておくわけですね。頭を下げながら足を持っていくと、そしてぐっと移動していくわけです。はい、では一度やってみますが、まずこうダッキングの説明は動画の説明欄のところにリンク貼ってますので、そちらをご覧ください。で、膝を内側に畳みながら頭一個も下げて、左足斜め前ですね、こういう状態です。で、真横に右の足腰肩返して真横にグッと、で、目安は左足の前ですね。で、移動したらここにながらグッと、こういった動きですね。そして右への移動は、同じくまず下げながら足も出してグッと、足腰肩返してこっちに出てくるという動きですね。まあ右の場合はちょっと右足遅れますけども、まあ下げながら足の位置を確保するというふうに覚えてください。 で肩を回すとスムーズに動きます。イメージとしては、例えばこうプールに来ていて、こう水面が首まで浸かっていると、思ってください。で、相手がいると、で、要はこの相手に対して見えないところが出てきて、こう脅かしたいとかいう場合の時って、例えば水面があってこうは潜っていかないですよね。気づかれますから、遅いんで。だけど真下にまずドボンって潜ってから、こう潜水中移動して出てくるはずです、脅かそうと思う、まあ、何かしらしようと思った場合ですから。注意点の話なんですが、こういうふうにいかないように、まず落としてこう上に出てくるというのが大事ですね。右もそうです。落としてから移動というふうに練習してみてください。はい、では今回はボクシングの防御であり移動でですね、ダッキング移動、ウィービング移動の説明でした。この動画をご覧いただきありがとうございます。